そしてすごいのがここからです今回の動画は配線のつなげ方一番簡単で安全で時間がかからないっていう配線のつなぎ方を紹介したいと思いますまあ、今までの過去の動画でまあ、こういった木干しとかねまあ直接ニッパーで剥いてつなぐつなげ方とかまあこういうカプラーもありますよなんて話もしてたんですけども 実際まあ伝送屋さんとして働いてた時にじゃあ現場でそういうのをいちいちちまちま使っていたのかと言われるとぶっちゃけほとんど使ってませんでした特にギボシなんかはねまあ必要なところには使うんですけどもじゃあなぜそれを使わないかというとまず手間がかかる。 し失敗もあるし防水加工もしないといけないということもありましてこれは各会社でねもうその人たちのその会社の方針とかにもよるので何とも言えないんですけども私たちが使ってたやり方で一番もう多様もうもうほぼほぼそれでしかつな,がりつないでないぐらいのレベルのつなげ方をやっていたものをやり方を紹介します。 まあ、つなぎ方の紹介になるんですけども、つなぎ方というよりも,もう、もはや、ほぼほぼ、商品の紹介になっちゃうんですけども、私たちが使うものは、使っていたものは、こういうものになります。これは何かというと、防水型圧着スリーブと呼ばれるものになります。実は、ちっちゃいのから、中ぐらいのから、ちょっと大きいのまで、ほぼほ,ほ,ぼ,ほぼほぼ3種類あります。 まあちょっとこれを今実際に使いながらやり方を説明していきたいと思います。これ本当に素晴らしいです。じゃあまずね、主な使い方ざっくり言うと、こっちから配線入れて、こっちから配線入れて、ここをギュッギュッて挟むだけなんです。まずおよそだいまあ感覚的に5ミリぐらい出して、まあ、つなぎたい方も出します。こんな感じで。そしてこの穴に、 穴にこれを。入れます。ピシッと入りました。まあまだガフガフなんです。で、この状態の時に圧着ペンチで締めるんですけども、この時注意してほしいのがよく。まあギボシなんか作るのに出回っている。こういう類のやつこれではありません。これ使わないでください。これじゃなくて。まあいろいろタイプはあるんですけど、まあ、こういう。 ガチッと本気で締めれるのもあるんですけども、こういうのでいいと思います。あの、これね、ホームセンターにもちゃんと売ってるもんなんですけども、まあ、ここに赤、青、黄色って書いてまして、なんだかこの、ただ、楕円形になるようなカしメがついてるやつ。これなんですね。これで、だいたいこの真ん中に仕切り、仕切りのようなものがあるので、大体そこまでしか入らないようになってます。こんな感じで。ここに入れて、 まずこの左側真ん中あたりをこの今回であればこの赤い部分これでギュッと握りますギュッ握りましたこれで抜けないか確かめてください全然抜けませんそして反対側も入れます同じく赤の部分で ギュッとかしめますこれでもくっつきましたそしてすごいのがここからですこれこの耳の部分なんだろうこれと思うでしょうけどこれを本当であればヒートガンとかいろんな熱くするもので何,で何でもいいと思うんですけど私たちちょっとまあ現場でね出張修理とか多いんでこういうガストーチを持って歩いてましたガストーチのガスでちょっと弱くしてこれを 配線が燃えないようにちょっとこうあぶってあげますそうすると分かりますかねちょっと配線焦げちゃったんですけどピタッと溶けて縮んで配線と一体化するんですよもうこれで完全防水です この間からねなんかちょっと液体みたいなものがジューッと出てくるんであのそれプラスこの外側もこう縮むということで完全に防水になりますすごいですよねこれだけでもおしまいです配線はもうくっつきましたほぼほぼ、まあ、こういうことをする作業っていうのは私たちの現場であればトラックの外周りとか外に面してる部分がほとんどなんでもうこういうので すすくっつけちゃいます、まあ、一応ねあのこれでももう完璧に防水と絶縁となってるんですけどもまあ心配であれば多分一応この上からねビニールテープ巻いてみたりとかもしたりもしてたんですけどもこういう感じで、まあ、普通にビニールテープ巻いて使ってもいいかと思います。でこういった、まあ、バッテリーにつけるような。 ちょっと太いやつこれの木干しなんてなかなか見ないですよね、まあ、こういうものであってもきちんと皮をむいて皮をむいてさっきの一番でっかい今度黄色タイプですねこういうとこに入るんですよ余裕でで同じく今度はえっ、ー、とこの一番大きい黄色の部分これでギュッと挟むもう取れませんでまあ反対側も一緒にギュッとやると いった使い方をします。まあ、注意してほしいのが、必ずこういうのでやらないと、ラジオペンチなんかでね、ギュッと挟んだったら、要はこの中身がギュッと潰れればいいだけなので、おそらく配線はつかめるかもしれません。でも、この外側がね、破れて中身が出てしまうと、絶縁が今度できなくなるので、せっかく防水までできるのでね、あの、きちんとした絶縁取りたいので、必ずこういう専用の圧着ペンチでかしめてください。 で必ず一回やったら抜けないか確認これたまに配線の太さは慌ってなくてギュッてやったのに打ってたらスポッと抜ける時あるんでねそうならないように必ず一回抜けないか確認してからもう一回やって厚くするというのがいいと思いますでさらになんですけども一応ね変則的な扱い方というか私たちはまあこういう風にもやってたっていうやり方なんですけど 配線をまた分けたいとき。配線また分けるにあたって、木シであったり、花付けであったり、直接付けたりとか、まあいろいろあるんですけども、それも実は今のこれでやってました。こうやって2本ある配線を、まあ離れないように一回用じって、ちょっと一回り大きいサイズのやつにぶち込んで、で、今度は青なん、青で、 真ん中のやつでかしめるとギュッとで反対側はまあ普通にこれもねもしあまりにも細くて不安だったらちょっとこう長めにして半分にこう折ってね太さ太さちょっと太くしてこう入れたりとかしてやってました。 でまあ、取れませんもう2本1本が2本になりましたでこれをきちんと炙ってあげるこれが非常に重要な作業でして中からちょっとこう溶けた液体が出てくるのでそれがきちんと全周にわたって出ないと防水性が損なわれるというのもありますので、まあ、こんな感じで液体が ジュワッと中から出てるんですよなので、まあ、この状態で防水性も問題なく実際今まで使っててね問題はなかったんですけどもまあ不安で自分でやられる方で不安であれば、まあ、この上からさらにブチルテープ巻いたりしてねやってあげてもいいかもしれませんブチルテープ巻いてビニールテープ巻くとかまあ今までこうやって使ってて不具合はなかったわけでこういうのって正解はないと思うんですよね現場での作業っていうのは。 何がないものを作るっていう時にあたってどれが正解かどれが正解かなじゃないかはっていうのはやっぱり自分がやってきてこうであったそうであったというトライアンドエラーの繰り返しだと思うのでまあ実際私はこうやってやってきて、まあ、先輩から習ってこういう繋ぎ方でばっかりやって不具合はなくずっとやれてました、まあ普通にね当たり前に一本一本こうやって繋ぐんであればねもちろんそれ専用のものですので。 とてももおすすめででできるものですのすなかなかもしかしたら手に入らないかもしれませんあの過去に大きなホームセンターで1回見たことあるんですけどもなかなか普通のホームセンターとかではもしかしたら売ってないかもしれないので一応今便利なインターネットというものがあるのでネットでね売ってるとこを見つけたんで、まあ、一応概要欄の方にリンクは貼っておいてみるんですけども、まあ、こういうの一通り持っておけば。 いいつつかかか何かあったにに役に立つかと思いますでまあギボシと違ってね一回くっっつけちゃったらもう外せませまんどうやって外すのって言ったらもうこれしかないですこれしかないですこれしかないんですけどもまあギボシの利点とギボシやカプラーの利点としてはねいつでも脱着ができるといったところがあると思うんですけども私たちはもう普段からもこういうのばっかり使ってたんで配線を切るっていうことにあまり抵抗がない。 くなっちゃってるんであれなんですけどもあの1回つけたものを外すことを考えて木干しとかっていうパターンもあると思うんですよですけどよく考えたらそう頻繁につけたり外したりする配線ってありますかねないくないですかそのついてる間は安心してこれで止まっててさあ取りたいっていう時はもうニ2%で切っちゃうとでそこをまだこの先っちょ絶縁処理してあげる っていう使い,方の方がいいいいうう使方方のがんじゃないかなかとは思う時もあります。まあそれはその人の考え方で全然どうやってやっても,も、ね、トラブルなければ問題ないんですけどもこういうのを使えばとても簡単に防水接続と絶縁まで一瞬でできちゃうのでよかったら参考にしてください。